もうそのまま眠っちゃうかもしんねん。途入れればいいけど、んととこれやる。今3時までやってたらいいなと。眠ったには眠ったけど、眠りが浅かったかもしんね。ああまあ、夜が来ました。目を閉じてください。 ね、朝が来30ま,までやってたのは全然問題ないですよ。フレンドさんでやれて。それでも、スイミング、ね、のプレイヤーは発言してください。はい、こんにちは。特に使用ないです。トップバッターなんで何も考察まだできないんですけど、1周聞いて2周目のトップバッターとしていろいろ喋りたいんで、皆さんもあの60秒使っていっぱい喋ってもらえると、 あの考察の材料になるんで助かります。まあ、例えば5番さんだったら4番についていろいろ喋ってもいいし、で6番さんだったらいろいろ喋った5番さんと4番さんがなんやかんやつって喋ってもらっていいし、まあ、当然占い師が出た場合は、その占い師がどうのこうのって、占い師が1人しか出てないから分かりません、次回しますっていうのだけはやめてください。はい。それだけお願いしますね。あとなんだろう。うん、まあ、とにかく、 ああまあ、とりあえず、まあ、そもそも部屋村なんのかに、に西洋なるのかもわかんないんで、どっちでも対応できるように、一人一人の発言をしっかり聞きたいと思ってます、記憶力の続く限り、はり、い。5番のプレイヤーは発言してください。うん、そうですね。あの、一人一人の話をして、記憶力の限り。まあ、僕はあんまりわからないんですけども、まあ、普通のことは言ってるんじゃないですか、4番っていうのは。 だから、何を突っ込めばいいんだろうっていう <laughs>。突っ込むところがないですね。狼なら決まり切った進行論を言ってるとか、そんな感じじゃないんですか別に突っ込むところはない、ないので、別に言うことはないんですけど、4番には。まあ、なんか、狼探そうという気持ちは感じ取れてるのと、別に突っ込むところはないようなことを言ってるんで、村の可能性あるんじゃないですかはい。 なれば6123に2ロっていうあ。2ロっていうかまあまあそうじゃないと思うけど6123に2ロが二郎でいいんだね。4番さえ弾ければ6123に2ロとかになるんじゃないですか。はい。6番のプレイヤーは発言してください。はい。えー、お願いします。えー、ズミウ歌です。えー、今回自分占い師です。ランダムで5番3に1ロが誘ってます、えー。そうですね。じゃあ,まあ、あのー、多分占い師が後発1223の中にいるのかの。 出てくるかもしれないですね。なんで、うん、あの、カリウドの方は、ちょっとできるだけ出てきてほしいです。あの、占い師が後発位置にいると、やっぱりその占い師の発言、一周しか聞けないで、自分、あまりあ考察の上めないんですよね。だから、あの、カリウドさんが出てきてもらって、少しでも、盤面整理ができればなと思っています。四万様に関してはですね、まあ、あの、初めてこの村で一緒にお会いしたんですが、まあ、毎回、あの、まあ、その発言してるのかなっていう印象ですね。 はい、まああのー、1周目の占い師まあ偽占い師の発言聞いてまあ、えー、どんどん発言伸ばしていけたらと思いますお願いします1番のプレイヤーは発言してくだせん,うんそうですね6番が5番に白出しってことでまあちょっと雑なぐりするとまあ若干破綻を恐れて全配置に白出したっていうのは全然考えられるので。 うん、まだわかんないって感じ、えー。4番さんに関しては、まあ5番さんも言ってたけど、狼探す気がありそうっていうのはわかるけど、あまあ、4番が演技で人狼で言ってる可能性もあるから、正直、マ、うんまあ、グレーなマムかなって感じ。うんまあ、2番3番で対抗占い来たらまた考察伸ばすけど、どうなんだろうな。なんかたまには平和村に狼さんしてくれないですかね。なんか 毎回占い決めするのは疲れるんですよ村人がって感じです。うーんぐらいかな。二番のプレイヤーは発言してください。発言します占い師でした。はい四乱白お願いします。把握お願いいたします。そうですねまずまあ四番さんは白出てるんでまあよ置いといて。 あの5番さんから、あのー、精査していくんですけど、まあ、5番さん4番さんのことをさなんかね、あのー、4番さんはだって普通にあれでしょその説明っていうかその まあ4番さんがしゃべったことを5番さんはそれに触れてねっていうふうな説明をしてただけなのに5番さんなんかちょっとね4を新置きっていうかなんだろうなちょっとまあ4番さん新なんであの白なんですけどちょっと5番さんちょっと色付けるの早いかなって思ってまあ別に4番さんを白で見てもらうのはまあいいんですけど白だから僕目線。 まあだけど、ちょっとね、そういう行動ね、うんって感じだったけど、2週目かなっていうふうに思います。で、6番さんは僕目線、絶対黒なんで、の今日絶対釣ってくださいっていうことで、で、まあ、カリウドはそうですね、もし、この人と、6番さんとこの人、なんか、LINE ありそうだなって思って、カリウドの人自身が疑われてたら、もう出ていいかなっていうふうに思っております。そしたら、僕目線、助かるので、占い。 占い値も、それとも、あと、その、えっと、なんていうの、その、えっと、やっぱり、その、人脳を当てる確率っては高くなっていくんで、あの助かります。まあ、だけど、それは彼女の人に任せますね。でも、一番さんの発言的には、なんかちょっと印象良かったなっていうふうに思ってますが、まだわかりません。あの、なんかその、なんだろう、時には平和村でもいいんじゃないっていう発言がね、まあ、でも2週目かなっていうふうに思います。以上3番 のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。えっ、ー、と、六番さんがえっ、ー、と、五番にしろ、二番さんが四番にしろ、把握しました。四番さんから聞いてまして、まあ、うん僕も四番さんに関しては、まあ、それは一週目なんで、ほとんどあの発言はできないんですけど、まあ、普通のことを言っているな、という印象です、特に怪しいことはなかったです。 だから、そ、そこを僕と同じ感情で言ってる5番さんも、あの、白いかなって思いました。強いて言うなら、6から3に2郎いるんじゃないかな。そこまでも4番さんを信用しきってるところが、ちょっと、あそこまで言うんだって引っかかったぐらいですね。まだ分からないです。で、えー、っと、まあ、ん、1番さんは前半の方にも触れていたので、特にないんですけど、まあ、6、2で言うと、2番さんが、 僕と同じ視点を少し持っていたので、心象いいかな。4番のプレイヤーは発言してくださいうわけで、2周目。で、5番さんって別に4番のことって、そんながっつり白気なんてしてないですよ。4番さんの,あじゃあ5番さんの発言聞いてればわかるけど。だって、トップバッターってね、そんな自分別にあの色付けできるような発言してないから、5番さんの意見はもっともで。 若干村寄りっぽい発言に見える、あの、聞こえるなって思って、それで、イコール6から3に虹次って言ってるだけだから。だからそこをなんか、叩いてる2、3が、なんかすげえ違和感がありました。はい。うん、6番さんに関しては、まあ、ごしろってうことで。あ、そうそう。ってか、両、両占い師と別にね、狩人出ろっ0つってんだから、出りゃいいんじゃねいのって思うんだけど、自分、スむラですけど。はい。だって、両占い師が出ろって言ってるんだから、別に出て,てよくねって思いました。 かなだから違和感あったのは23ちょっとね56あたりはね2回目聞いてみると分かんない1番あも一緒まあ4番だと2番になるけどこっちもなんか変な感じ6番も2番もあ、うなれた時変な感じがあったけどちょっとできないけどあったけど。ま 4番は4番白持ってて、4番白だと言って5番が変だっていう、はやわけわかんないんだけど。文章に直すと、何言ってんだろう、この人は。そう,うに考えて4番白で置いてんだから、5番じゃなくて、1か3に4番、6ぐらい方がいるで、いい話だと思う6も6でなんか言ってたような気がするんだよ。4番が、いやー、そういう考えの人なのかな、って。うん。 26のシーンに間違えると負けなんですよ。だから、だけどなんか、一か三のどっちかなんだろうね、たぶん。6番のプレイヤーは発言してください。ということで、結局、まあ、狩人の方は出てこないんですね。ということで、まあ、自分目線2番さん狼で、まあ、自分はそうですね、まあ、2番さんロジックで、あのー、さんまさんが相方なんじゃないかと思ってるんですけどね。 あのー、誰だっけな一番さんが確か5番さんやしいっつってたらさんさんに一番と同じことを便乗して言ってるんですよねなんでまあさん番さんじゃないかと思ってるんですけどエンド位置にしてはあまり発言が強くないような印象を受けましたねうんどうなんだろう、うん、言いたいこと忘れたんで申し訳ないんですけどまあそうですね うん。<laughs> ダメだぐりゃ。<laughs> ごめんなさい、発言沼っちゃった。うん、1番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目お願いします。えっと、片白だけどなんか4がやりたいことがよく分かんなかった。うん、なんか占い師がなんか狩り出てきてくれっていうのとまだわかるけど、なんかグレー、グレーってか村人目線でなんか狩り。 出すっていううのはななんか変かか変と思うから単純になんか、カリをを炙り出したい、なんか、人道なのかなと思ったから。もう別に2番の偽良さは特にないけど、2番がなんかしみ下がったなっていうだけっすね。うーん、くらいかな。現状、ぶっちゃけ26わかんないけど。まあ、3、4番、4番じゃないな。6番が言ってた3番がなんか発言、エンド個人しか伸びてないっていうのはどうかなって思う ああ、じゃあ逃げ出ちゃいますよ。自分カリドです。太鼓いますかいるならさっさと呼んてくださいって感じで。まあ、3番目線は考察伸ばしてくれってくらいかな。2>, 2番のプレイヤーは 発発言言ししてください発言します1番,さ1番さん、俺の新名下がってるって言ったんで、これ、正直16あるんじゃないかなって思って、やっぱりその人狼の人って、やっぱり適当に黒をなすりつけることができるんで、ちょっと61あるんじゃないかなって思ったんですけど、1番さんが仮使用したことでもう、対抗出てこないんでしょ出てきてない時点でもこれ、1シでしょ だから1シーンね OK。で、僕目線4、あの、乱白出てるんで、僕目線4、一白で、あの、そうですね、5番さんなんですけど、俺にあの殴ってたっていうか、俺がその4番差シーンで見てるなら5番差を叩く意味ないみたいなこと言ってたんですけど、いやいやいや、人狼だって、あの、この人白っぽいなっていう発言はできるんで、5も全然人狼もありえるってことで、触れたっていう感じですね。で、6番さんなんですけど、 まあ、あって、俺3番、まあ、2、3番って言ってたんですけど、3番さんが俺と同じ、まあ、ほぼほぼ同じ意見を持ったことで、2、3ないっていうのは、ちょっと適当な理由すぎないって思った。だから、あのー、それはおかしいでしょ。ちゃんとした理由があって、2、3じゃねって思うのはいいんですけど、3番さんが俺とほぼほぼ同じ意見を持っただけで、2、3って思うのは、あのー、正直、なんか適当すぎる理由が。だから、もっとうまくやってほしいな、人狼だから。 って感じで、そうですね、あのー、やっぱりその村陣営の人でも、やっぱりその、あのー、ある、その占い師の人と意見合わせ合うことってやっぱりあるんで、ちょっと6番さん、23って適当すぎないって思った。うん。なんで、今日絶対に6枚で、カ狩人では絶対に俺守ってください。以上。3番のプレイヤーは発言,言,発言してください。はい、えっ、ー、と、2週目ですね、お願いします。いや、1番さん、カ人だったか、いや、僕、1番さんが、 あのー、4番さん占い師でもないのに狩人を出そうとしたことが怪しかったって言った瞬間僕も全く同じことを言おうと思ってたのでわー白いなーと思ってたんですけど狩人でしたねそうかいやでも、うん、僕も4番さん狩人を出すんだっていうのはちょっと思いましたねあとですね、あのー、ちょっと6番さんが、うん、2番3番を急にセットにして人狼にしようとしたのが んー少し怪しく見えましたね。うーん、なんか、まあ僕なかなか発言も伸びないので、僕に塗ろうとしてきたのかなっていうのをすごく感じました。なに、6だと、僕、6かな。6に発言します。もう決めないといけないですもんね。以上です。投票を始めてください。やべえな、おい。え、6に行くの、これ。 3番が6いくなら俺2番いくわ4番も怪しいけどああまあまあ、進化 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいでこれさあの156俺に出てるけどさ1番さん勘違いしないで間違ってるよ判断うん後悔するよ この試合終わったらだから1番さんは絶対に6入れなければあの1番さんがそのもし俺入れたとして俺死んだから6番さん守って意味ないからそのなんだろ34番さん、まあ、5番さんわかんないけど、まあ、とりあえずその別の人を守ってあのグッチを貸かさない限りこれあの PP で終わるから絶対に1番さんは6番に入れないといかんとりあえず。うん、で5番さん6番さん俺に入れてるからバチコリあるんじゃないかなと思ってさ。 そう。だんで次の日、あの行かせて俺次3号のどっちか占いたいけど、これ5なんかバチコリ見えてんだよな、これ。だからこれ5占いたい。うんで、1番ん絶対に判断ミスしないで。これだけ言う。お願い。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい。あのー、2周目に言い,たい言いたかったのがね、あの1番さんに。 なんだっけあの、5番さんに旗を恐れて白を打ったんじゃないかって言ったんですけど、多分このゲームはあれじゃないですかね。ランダム白じゃないですかね。あの、2年前、二年ぶりでよくわからないですけど、多分ランダムシールドで、多分五5番さん刺さったんで、そこの方、白の方お願いしたいっていうのと、そうですね、あのー、2番さんから、えー、雑塗りされたとか言,い、ま、いやいや言われたんですけど、そうあ、さんさんか。あの、まあ、どうでしょうね。あの、さんさんが本当に、 あの2番さんとかと同じ意見でそれしか言いようがなかったんで申し訳ないですけどまあなんとなく1番さんかかるようなんじゃないかっていうのは普通に分、うん、かっててな色見えてるみたいで申し訳ないですけどなんであの、まあ、2さんなんじゃないかっていうねまあ LINE を提示したわけです。雑塗りですすまませんん番ささいいいきます <laughs> 投票を始めてくだじゃないべ 6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは発言してください <laughs> なるほどそうですねまあうん <laughs> 結局あんまり発言が伸びなかったんですねうんまあ うん、本当に、これしか言いようがないですね。あの、さんがロー,ローなんだなっていうのが本当に一周目から分かりましたよ。うん。なんで一番さんが怪しくないかってね、それは分かんないんだけどね。直感だね。うん、直感で、まあ、占い師だから、あのー、<laughs> 占い師だったら推奨使うか。まあ,あ、直感で兄さんが怪しいなっていうね。うん。そうだね。あのー、まあ、発言で、 あんまり黒い様子がなかったんで拾えなかったですけどまあお疲れ様でした夜が来ました目を閉じてください 朝が来ました昨夜死んだのはバ番どこにいう2番のシンダー。ジンの勝ちです。ア番ですンバンテミキ まもなくゲームスタートです身分を確認してくださいあ夜が来ました目を閉じてください まあ。7人集まってんの定期的に。あ、え、えー、っと。うん、じゃあもう。頑張って。じゃあ、これ終わったら7人行ってみようかな。え、だって、占い、ファッション取れそうだから、2番がやったら。 それなのらに,にた俺、別にまに負けてもしゃあないから、俺、うまくないし。五番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。今日はまあ人狼を釣りたいので、占い師が2枚出る可能性がね、普通に考えたら高いので、占いの真偽をね、ちゃんと単体精査をしたいと思っていますね。だから、真の人はね、発言しないでほしいなと思って シンの方はね、おかしな発言して釣られてほしいなっていう、思ってますんで、シンは頑張ってほしいなと思ってます。あとはね、あのー、もう一人のね、グレーカ白シロの狼をね、見も見つけないといけないんで、難しいですよね。村がね、シングラ内に怪しまれて殴りあ、あの村同士で殴り合うのが一番ダメなんでね、しっかり精査しなきゃいけないなと。 だからまずオオカミを釣りたいと思っています。以上です。六番。えー、こっちに来てる人たちいるんだ。<番>あ,あ、こんにちは。つくづく、俺は運の悪い男なんだなと思いましたけど、<laughs> また占い師なんですよね。で、まあ、今回はランダムで4番さんに、ね、白が誘ってますので、把握の方よろしくお願いします、まああの。自分のね、白出しがエンドポジなんで、まあ、4番さんが発言伸ばしてくれるととてもありがたいんですが、 そうですね5番さんに関しては、まあ、占い単体精査でいくということで、まあ、それは、まあ、俺も村人だったらそうするなっていう、まあ普通のテンプレなんかなと思って、特に、まあ、あの印象、まあ、良しとも悪くもあんまり言えないんですが、うんまあ、とりあえず、え1、2、3で出てくると思います。まあ、出てきたら、あのーまあ、皆さんにお願いしたいんですけど、やっぱり5番さんみたいに単体で見てほしいですね、うん相方見る。相方で見るんじゃなくて。 でそれだけはお願いします。以上です。一番のプレイヤーは発言してください。はいおはようございます。仕事ございません。うーんまあ小幡さんに関してはまあ新最初だしまあ仕方ないけど当たり障りのないこと言ってたなって思うけど、まあまあ一個指摘指摘でもないな。一個まあ評価できるなっていうのは強いて言うならだけど。なんだっけ。あそうそう。 なんか、新占いはしっかり、えー、芯取って、えー、で、狼さんは勝手に出現して釣られてくださいっていう。まあ、要するに出現するなってことだから、まあ、いい意味で新占いにも狼にも圧かけてんのかなって思うから、まあ、そこだけちょっと、要素かなってくらい。うん、6番さんはまだ初週の段階なんで正直わかんないけど、なんか、また占い師引きましたとか、なんか、運がないとか、ちょっとあざといなって思うから。 なんか若干パッションでシーントりに来ているのかなという印象はあります、ね。以上です。二番のプレイヤーは発言してください。さいはい二番です。占い師を引くことができました。そうですね。ランダム一番は白。お願いします。ハコお願いします。僕目線六番さんは絶対に黒。で五番さんからまああの発言始まったんでまあ触れていくと。 あのそうですね、5、ま、番、あ、さんはまあ人狼を釣りたいっていう話とか、あとは占い写真撮って、ね、いろいろ話してたんですけど、うん、そうですねあの、やっぱり正直ね、今のところ色見えてないなっていうふうに思ってますね、はい、あのやっぱり人狼でもやっぱりその言えることだけど、人狼陣営だったらそういうこと言わないかなって思うけどな、そのなんだろう、あのウルフ釣って、ウルフ釣って、芯撮って、ね。 そういうこと言わないと思うんだけどな。でも2周目以降、5番さんはまだ色見えてないから。で、6番さんも僕目線角黒で、えー、ともう言うことない,、はい。で、1番さんは僕目線書あ白出てるんで、把握お願いいたします。何も触れることないですね。そうですねあの。まだ3番さん、4番さんの発言とかも聞けてないんで、あのやっぱりあの全体的。 に見てあの発言とかそういうのできないんであの2週目かなっていう2週目いこうかなっていうふうに思っております。で、あの絶対に投票は6番さんに入れてください。じゃないとカリウドの人がグチョポを壊さない限り次の日負けるんで PP で。なんでそこを把握をお願いいたします。なんで今日絶対に6番いってください。以上3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。うーん、そうですね。僕も 白打たれてみたいな <laughs> とか思いながら <laughs>。えっとですね、5番さんから、うんまあ、5番さん、うん、まあそうですね、特に当たり前のことを言っていたので、今のところ何もないですね。で、6番さんと2番さんの占い師、把握しています。で、あ1番さんも特に今のところでは、 いか6番さん2番さんなんですけども、まあ、6番さんで強いて言うなら、えー、とあの5番さんが最初に言った単体占い師は単体で見たいっていうのを拾って、えー、とそうしてほしいと占い先が白黒で自分の占い真偽を判断してほしくないって言ったところが、まあ、ちょっと4番4番とあえてライン切ってるのかなと思ったぐらいです。4番のプレイヤーは発言してください。 はい、特に仕様ないです。占いもろもろ把握しました。6番さんで一番気になったのは、5番さんに対して言った言葉で、相方で見て釣らないでくださいみたいな。相方っていう表現を使ったところ、6番さんって相方いるんですか人狼ですか、6番さん。って思いました。はい。2番さんで気になったところ、まあ2番さんで気になったことが、まあ単純に足りてないというか、6が4に白出してるんだから、 弱いなつだけというか、普通になんか囲ったんかなくらい言ってもよかったんだけど、まあ2バーサー単体で見ていく人なんかな、まあ、だから足りてないなって思ったくらい。で、3番さんちょ、まあちょっと5番さんと1バーサーすっ飛ばして、3番さんで気になったのは、えっ、ー、とね、なんだっけななんだっけちょっと待って。あやべ、なんか言いたいこと忘れて、ちょ,ちょっと延長します。<laughs> えっとね、ちょっと待って、沢さんに何言おうとしたんだっけ ?5 番さんに対して、 5番3、ああ、思い出した思いですた。えっとね、2番さんって、結構5番さんを、なんだっけな、結構白く見てたんだよね。で、3番さんって、何もないって5番さんに評価してるんだけど、そこの目線が違ったことに関して、あ、違うな、なんか自分こんなこと言うつもりだったんかな。<laughs> 自分で言って自分に疑問を持ってしまった。なんか違う気がする。ごめん、忘れてください。はい、ちょっとそれが言いたかっただけなんで延長したけど、忘れました。回します。5番。 そうですね4番が6番の,あの相方っていう発言を指摘してるんで46だったら怖いなと1番と2番がすごいなんか2番の発言からはラインもありそうだから怖いですねこの14どちらかにかっこいいがありそうな気もしてますね3番はどっちともつながりそうな位置だからねわからないんですけども今回はなんか1か4にかっこいいがありそうな がしているのでああ、そうなんですか。ああ、ああ、わかる。ああ、はい。最高いないんだったらマークしてあ。じゃあもう、1、2か3分だったら2と6の2通りですね。そう考えると盤面変わりましたね。だから4番が、ああまあ、そういうことだよね。カリりだから俺、あの4番のね、行きたいところに行けってことここかな、これ。はい。 6番のプレイヤーは発言してください。はい、えー、2週目ということでですね、まあ、あの相方で、相方じゃねえわ、対抗で、2番さんがね、あの出てきて、またか、もう、きついなっていうふうに、まあ、思ってるんですけど、まあ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 、まだ負けないですよね。真なんで、せっかくなら、まあ、勝ち取って、村を勝ちに導きたいところですが。 まあ、1番さんからですね、順に触れていくとですね、1番さんは、まあ、あんまり印象結構いいんじゃないですかね。あの、5番さんに対してですね、まあ,あ、全体に対して厚書きをできてて、いいよみたいな感じってたんで、うん、まあ、1番さんは結構、好印象かなっていう感じですね。2番さん、ランダム1ですね。うん。まあ、ここは、かっこいいじゃなく、かっこいいはあんまりないんじゃないかっていうね。うん。まあ、っていうふうに思いましたね。 うん、さんまさんはですね、あのー、俺が五番さんの占い単体生産に対してあ、なんかあのー、ライン切りしてるのかって言ってたんですけど、逆に五番さんに俺は同情してる、同情つか、まあ、まあ、それいいんじゃないっていうふうに言っただけなんで、まあ別にライン切りはしてないですね。はい。っていうふうに、まあ言っておきます。で、四番さんですね、うん、あのー、 俺はあのさっきあの相方って言ったんですけど、それはですね、あのああの占い先のこと相方って言っただけです。それは申し訳ないです。はい。で、まあ、あとはですね。うん、まあでも、そんぐらいかな。うん。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。えっと、率直に言うと占い師全然わかんないです。えっ、ー、と、6番のマイナス、6番と2番両方にマイナス要素があって、まず6番から触れます。6番のマイナス要素。 まあ、ぶっちゃけこれはなんか、雑いかなと思ったけど、まあ感じたんで言います。うん、なんか5番に全く2締目触れなかったんで、なんか、6号に水したい狼か,かもしれないし、単純に6号なのかもしれないし、よくわかんなかった。6号って思うのが、6号どう見てるのかわかんない。うーん、まあ、印象一たのはわかるくらい。で、2番に関しては、なんつってな。待って、ね、えー、っと、思います。 えーっと。あ、なんだ、3番かあちょちます。あ、やばい、金ない。えー、とりあえず2番と6番の発言言きます。2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい、発言します。いやね、これね、正直俺4、6あるんじゃないかなって思ったけど、4番さんが借りようとしようってことで対抗出てないから、これ4シーンでいいでしょ だから僕目線41、あのー、白ってことで41しか信用できないんですけど今のところでそうですね僕目線はま6角黒なんで今回6、あのー、釣ってください絶対にであのー、そうですねあのー、まあ5番さんなんですけどあのー、正直ねなんかそのなんだろう分かんないなっていうふうに見えるなんかね本当に分、ね、かんないんだよねこれ難しくないうんで3番さんってさあれなんだよねあのー、46? さんまさんが発言してるときに、俺よりその6番さんをもっとアタックしてたんだよな、ライン切りに見えるって、みたいなことを言って、俺が間違ったらすみません、把漏れだったらすみません。なんでな、これは、なんか縁切りしたから、こうワンチャン3、6あるんじゃないかなと思って、正直、今のところ僕目線、あのーまあ、6角黒で1、4、 で、今のところ35が6の相方っていうふうに見えてんで、今回は絶対に3番、過去番絶対に占って、3番が白って出た場合、僕目線56。で、逆に3番3、あの黒って出たら、これは36。ってことで、あのこれはイージーゲーム、簡単な試合ですね。なんで、村陣営の人は絶対に俺のことを信じてください。なんで、今回は絶対に6番釣ってください。 そうですねで6番さんなんか「俺は占い師でなんかみんな導き,導きたい」とか言ってたけど「いや人道だからもうちょっと説得力のある発言してよ。うん、気をつけてね次から。3番のプレイヤーは発言してください。さいはいお願いします。えっ、ー、とそうです、ね、あんまり時間がないから2と6の精査をしたいんですけどもあの6番さんの相方って言ったのがその。 うん、人狼としてないからじゃなくて、占い先っていうことは僕はあの分かりましては聞いてて、それを言ってるんだなと思いました。で、すみません、6番さんが、あの僕が LINE に入ってたのは5番さんとのことじゃなくて、あの4番さんとのことです。あのー、4番にしろ6番さんが出しているから、その4番さんがもし黒かったりしたときに、自分をあの占い、新占い師として見てほしくないって言ったのが、 あのー、ちょっと4番が人狼だった時の布石かなと思ったぐらいでうんそれが別に怪しいとかではないんですあああかんな伸びないなすいません4番のプレイヤーは発言してくださいあそっか自分最終位置だった忘れてたえっとね、まあ、わかんないんだけどなん、まあ、でそもそも自分が狩猟と出たかっていうと5番さんが まあ3番はまあ置いといて、なんか、かっこいい場面じゃないかって言ったから、だから自分が出れば、じゃあ5番3目線、1、2で確定するんだろうなと思って出たんだけど、めちゃくちゃ曖昧な感じだったんで、じゃあ5、2かなと思って、今、2番3に投票する準備してたら、自分最終位置でした。いやべ、全部頭の中全部で話しちゃった。えっ、ー、と、<laughs> ああまあ、いはそういうことですね。5番3が、かっこいい、要は6、4か2、1で見てたから、じゃあ自分が狩り出たら、どういう発言するかなと思って。 その反応を楽しみにしてあの出たんだけど、まあ、そしたら、もやもやっとしたんで、はい、そういうことです。間違ったらごめんだけど。<laughs> で、あと、プラス2番さんが最初46で見てたって言った理由がなかったんで、自分2釣ろうと思ってます。投票を始めてください。<laughs> はい。考えではあ熱さ、ね、危ね危ね。あ2、俺の相方だわ。 2番のプレイヤーが選ばれました番のプレイヤーは発言してください。いや、俺そんなに黒発言したかい、今のマジで。ええー、マジか、これ普通の俺の発言ミスやな、これマジで。うわ、マジごめん、村の人。うわ。 ちょっとね、あの、カリウドの人、4番さん何、何結局、カリウドなのわかんないけど、なんか、あのー、5番さんのその反応を見たかっただけで信用したのか、本当の信用かわかんないけど、とりあえずカリウドの人は絶対にグッチップしてよう。じゃないとこれ絶対負けるから、次の日。うん、もう言うことないかな。うん、6番さん絶対にクローンなんでこれ。箱お願いします。うんうん、うわ、マジごめん、村の人。マジごめん。夜が来ました。うい,うだい。 はあ、人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。一応やったふりする僕を打たれててやったふりするだってもうどうせ負けたからね。俺、地上してくれだけど。弟感あるから9人バラッと見てみるけど。9人やる人たちいるんだ。珍しすぎて笑うな。 <laughs> うん、朝が来ました昨夜死んだのは4番 5番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。うん。ということで、はい。はい。はい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 何かのあれを打ってます大きさを変えようとしたとか。6番ってさ、2年ぶりにやっててさ、普通にクロ打てばいいと思うんだけど、うん。どうせ負けだから早く打ってもらって、はい。 あもう言わなくちゃね。盤面的に6シーンだから。サイズ変えようとしてんの。で、文字を大きくしようとしてんの。もうどうでもいいわ。早く終わって。はい。6番。のプレイヤーは発言してください。え、そが人狼って開示ボタンとかってないんですね。わかんないですけど。いや、あの、まあ、一つエンターテインメントとして。まあ、開示していい。開示,いい開示でいい。開示するとなんかこれおかしくなるで。<番>多分確かに。 おかしくなるで開示するぞ。まあ、俺は終わりでいいけど、ゲーム終了。村人の勝ちです。